はいどうも、昆虫隊長八朔です。今回は蝶を取りに来たんですけど、果たしているんでしょうか。で今回探している蝶なんですけど、舗装蝶っていう蝶々で、まあ、こういう開けた河川敷とかにいるらしいんですけど、どうでしょう。早朝外来種なんですけど、めちゃくちゃ綺麗な蝶なんで、ちょっと撮ってみたいんですよね。というわけで他の蝶もね、観察しながらやっていきたいと思います。それでは、はい、早速ウスバシロチョウが取れました。いい蝶ですね。立派な個体だし、なんかでかいですね。しかしウスバシロチョウは個人的に5月のイメージがあったので、すごい新鮮な気がします。この蝶は春にだけ出現する蝶々ですね。年一花の美しい蝶々です。白蝶って名前ですけど、アゲハチョウ科の一種ですね。あのふわふわ飛んでるやつがウスバシロチョウですね。はい、こちらがドフツー種のモンキチョウですね。まあ、モンキチョウもめちゃくちゃ綺麗で大好きな蝶なのでいいですね。こちらは先ほど撮ったモンキチョウのメスですね。モンキチョウなんだけど白いというね。ツマキチョウだ、ツマキチョウ。メスっぽい気がする。メスだね。はい、捕まえました。こちらツマキチョウのメスですね。オスはこの羽のつま先に黄色い模様があるんですけど、メスはこの通りありません。で裏側めちゃめちゃ綺麗ですね。立派なメスの個体を採集できました。はい、こちらツマキチョウのオスですね。先ほどのメス個体と違って羽の先端、つま先に黄色い模様があるのが特徴的な蝶です。春にしか出てこない蝶なのでね、今の時期限定のいい蝶です。はい、こちらの舗装蝶は韓国からの外来種とされて、今日本では要注意外来生物に指定されています。昔ね、30年ぐらい前に一部の蝶マニアが放鳥してしまって、そこから局地的なんですけど全国に所々分布しています。今植物防疫法とかでもね、規制されているので、もう輸入とか全然違法になりますね。で何が問題かっていうと、食草が馬の鈴草って言って、在来のジャコウアゲハと被るんですよね。実際舗装蝶が定着してしまっている地域にはジャコウアゲハの個体群がかなり少ないそうで、それなりに影響は出ているみたいです。赤星ゴマダラみたいに特定外来生物ではないし、そこまでね、強い繁殖力というか分布を広げるような繁殖力はないみたいなんですけども、まあ、いるところには定着してしまっているという状況ですね。舗装蝶は飛んでる様子もふわふわ飛んでる感じとか、あとはね、色もね、鮮やかですよね。結構ね、原始的な種類らしくて、氷河期の生き残りとか言われていますね。あれ、舗装臭くねえか。違う、スジグロシロチョウか。舗装蝶思ったより小さいから、結構飛んでるサイズだとモンシロチョウとかツマキチョウとかスジグロシロチョウとかと判断がなかなか難しいんですよね。まあ、モンシロとかスジグロはこうバタバタ飛ぶんですけど、結構ね、似てるのがツマキチョウですね。こう結構一直線上にこんな感じでツマキチョウ飛ぶんですけど、舗装蝶もまあ似た感じで、こう低空をこう水平にこう飛ぶので、ちょっとね、ツマキチョウと舗装蝶の見分けがなかなか、飛んでる状態の判断が結構難しかったりしますね。あとオスは結構こう飛ぶらしいんですけど、メスはね、あんま飛ばないらしくて、舗装蝶は結構年に4回ぐらい発生するのかな、結構発生するみたいで、ちょうど今の時期は春型って呼ばれる舗装蝶なんですけど、小さくて模様が鮮やかな春型ですね。夏型になるともうちょっと大きくなって、美女特記も長くなるらしいです。ん、あれ、コツバメ、やったー、これミヤマセセリだ。よし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 、これ撮りたかったんですよね。
はい、こちら2頭目取れました。こいつはメスですね。さっきの個体と比べて色が濃いの分かりますか？黒っぽいですよね。これがメスの特徴です。よし、これで放送長オスメス揃いましたね。しかし本当ギフチョウみたいですよね。もうこれほぼギフチョウでいいんじゃないかな。ギフチョウ取れない腹いせですけど。おお、面白い昆虫を捕まえました。こちらキバネツノトンボだ。すげえ、初めて見た。これね、結構珍しいやつですね。いるんだな。すげえ、めちゃめちゃ綺麗だ。これね、結構いい草原にしかいないやつなんで、結構まあまあ珍しいですね。嬉しい、初キバネツノトンボ。ちょっとなんか左格子が不全っぽいのかな。ちょっと生態写真撮りたくて出してみました。結構おとなしいですね。左格子がちょっと不全気味だからなのかな。いやー、これめちゃくちゃね、珍しい昆虫なんですよね。カゲロウとかの仲間なんですけど、お、飛ぶ姿勢、飛ばない。結構限られた地域にしかいなくて、場所によっては絶滅危惧種の昆虫ですね。キバネツノトンボ、いるところにはいるみたいですけど。いや、いい昆虫に出会いましたね。出た出た出た、放送長。あ、こいつめちゃくちゃ新鮮な個体だ。綺麗なメス。めちゃめちゃなめぷしてくるでしょ。写真撮りてこれ捕まえましょう。よし、オッケーオッケー。いい写真も撮れたし、新鮮な個体。あ、この個体もしかして異常、提出異常。全身の形おかしいな。スレっぽくないな。これ面白い個体かもしれません。お早朝、包丁以外にももう一個問題があって、あまりの美しさから保護しようなんていう活動が一部あるみたいで、なんかそういうのを行政がやっちゃうのかな。個人でやるのも行政でやるのもダメなんですけど、外来種なのになぜか保護しようなんていう、そんな魅惑な蝶ですね。はい、というわけでそろそろ帰ろうかな。まあ、結果舗装蝶3頭取れましたし、あとキバネツノトンボもね、珍しい昆虫なんで見れて非常にいい採集だったんじゃないかなと思います。あとね、銀一文字せせりっていうね、珍しいせせり蝶がいたんですけど、残念ながら動画にも収められず、写真も撮れず採集もできずっていう感じで残念でした。それだけですね。まああんま欲張りすぎてもあれなんでね。というわけで、まあ引き続きギフテロと銀一テロは俺に聞くのでやめてください。はい、というわけで今回見事舗装帳を取れたのでね、まあ良かったということで今回の動画終わりたいと思います。またこんな感じでいろいろなね、昆虫採集の動画とか上げていくので、よかったらまた見てください。それじゃあまたね。